はい、えー、皆さんこんにちは、えー、ここ最近あのキャンプに行ったりとかあと富山のオフ会に行ったりとかねいろいろとこう忙しかったんですけどまあちょっと落ち着いたんで、えー、改めてまたねジンバルの話をちょっとずつしていこうかなっていうふうに思ってますんでまたお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はいえー、今日はですね あのー、このパイロットフライジンバルの、えー、設定っていうかあのほらマニアックな設定のねうんぬんっていうのを話し出すときりがないんで、まあ、大雑把なね大雑把な話をしたいと思います、はい、このパイロットフライのアドベンチャーってこのボタンこれカメラボタンこのボタンを1回押しするとか2回押しするとか、えー、全部で 5, 5回押しまであります、はい、によって、えー、5種類のカメラの重さ はい、例えば軽いカメラ、あのー、カメラが 300g で,でレンズが 200g でとかねそういう軽いカメラとかをこのジンバルに乗せるときはカメラモード1番を使ってくださいだから1回押しです、はい、とか、えー、重いカメラ例えばまあ5 d m a r k ーにニッパチ系の2470とかねシグマのレンズをつけますとかそういうちょっと重めの組み合わせだったらまあ4番だったりとかあと5番だったりとかね、うん、そういう感じで振り分けをすることができます はい、なので、えっと、基本的にはあのややこしい一見ややこしいあのシンプル BGC っていうソフトあるでしょ、うん、あれを使わなくてももう買ったまんまの状態で軽いカメラであれ、えー、重いカメラであれ何回押しってやれば瞬時にその設定になります、はい、ですので、えっと、ソフトウェアで調整したりする必要はないと思ってください、はい、なのでカメラ乗せてジンバル起動して 例えば、まこういう風に撮る。ねこんな感じで、自由に何か子供なり、何かを追っかけて撮るということは、まあ普通にできると思ってください。で、えっと、メーカーについても、私はもうもっぱらソニー使ってますけど、パナソニックであっても、そうですね、オリンパスとか富士とかいろいろありますけど、ニコンとかね、ま特に問題なく、こうやって搭載して撮ることができます。そこについては、あの、問題ありません。で、まあ、 コントロールケーブルをね、こう通信したいとか、えー、そういうことになると、えー、パナとキャノンと、今キャノンでケーブル売ってます、うちでね。えー、とか、あと、まあ、ソニーはあ、パナとね、ソニーは最初からついてるんですけど、えー、キャノンについては、まあ、ちょっとベッドという形になりますけどね。はい、えー、は対応してます。で、えーと、私がちょっと今日お話したいのは、私なりに、えー、この5つのカメラモードを、えー、どういうふうに使ってるのかっていうお話ですね。はい。 ええとね、私の今までこう、このアドベンチャー使ってきた経験で、ソニーのカメラと、ま、これぐらいのサイズのレンズ。うん、まあ、あんま厳密に言いません。だいたいこれぐらいのサイズのレンズ。え24、2470の、えー、ツアイスの、ソニーツアイスのレンズもありますし、あとこれ1224っていうね、超広角ズームレンズとか、1635のレンズとか、だいたいなんかこれぐらいのレンズ。はい。 と、ソニーの、まあ私フルサイズの α7s2 とか、これは α7s3 を使ってます。はいえ。そういうカメラを使ったときに、だいたいね、カメラモードの3番、中程度の重さ、中ぐらいの重さのカメラ。うん。ということで、この3番を使ってます。はい。なので、えっと、これぐらいの機材で運用される方は、まあまずね、3番を使ってみてください。1番も、まあ別に運用はできるんですけど、 保持の、ね、力、このパワーかなこのパワーが結構ね1番だとこれぐらいのサイズだとグラグラになったりしますでこれ今3番なんですけど3番だとかなり、えー、がっちり、うん、がっちり安定して保持します、はい、先日もこの組み合わせで3番の組み合わせで α7S2、えー、とあとこの1224のレンズねこれを組み合わせてまあ こういう感じで、富山で、えー、っと、まあチャンネルでアップしてますけど、あの、走ったりとかしてね、実際にはね、こんな感じで撮ってます。こうやってひっくり返して、これ、インバートモードとか反転モードって言うんですけど、こういう感じで持って、で、走ったりとか、うん、いう感じで、まあ特に、うん、問題なく、うん、安定した映像が撮れました。はい。ですので、 まあ、パイロットフライの製品も年々こう、あの、パワーが上がってきてて、まあ、今や昔みたいにね、細かいカスタマイズをしないと、激しい動きでブレてしまうとか、いうことがかなりまあ、なくなってきてる。うん。かなりなくなってきてます。まあ、映像をご覧いただいたらわかるんですけど、まあ、かなり見れる映像になってきてます。はい。うん。で、まあ、3番を使ってます。この組み合わせはね。はい。で、この3番を使うと、 ね、例えば私はもうソニーしか使いません。ね、パナとかえ軽い、何、えー、ですかね、他社のメーカーとか違う重量のカメラは使いませんとえいう方もおそらく多いと思います。ね、カメラを複数台持たれている方よりも、まあ、1個のカメラで。 でレンズもまあ似たり寄ったりで運用される方の方が多いんですね。でそうすると、この3番を使うと、例えば1番、2番とか4番、5番、その他の重量向けにセッティングされた、その、せっかくのその残りの4つのスロットっていうか、プリセット。これが、まあ使わない、普段使わない、まあ、あの、モードになってしまうじゃないですか。うん。なので、私の場合ですけど、この3番のセッティングっていうのを、 他の1とか2とか4とか5、これに全部コピーしてます。そのまんまコピーしてます。まずはね、ソフトウェアでシンプル BGC というソフトウェアでコピーというボタンが右上にありますんでこのボタンを押してもらうと今自分がこの3番だったら3番にいますと これをどこにコピーしますかっていうのが出てきますんで、1と2と4と5にチェックして、で、コピーってやってもらうと、瞬時に、今3番の設定っていうのが、その他のボタン、1回押しでも5回押しでも全部3回の設定になります。はい。そういう感じにまずコピーをしてもらいます。はい。で、その後、5つ同じものができても、1回押ししようが5回押ししようが同じ挙動にしかならないですよね。 そこで変化をつけるわけですよ。何をするかっていうと、一つは RC って言って、シンプルビジ g c にあの RC タブっていうのがあります。いわゆるそのリモートコントロールかな。はい。まあ、ジョイスティックですよ、これ。このジョイスティックね。これを左とか右とかにスライドさせると、まあ、こう動いたりしますよね。動きますよね。チュートパンしますよね。はい。このスピード。このスピードをもうこのボタン割り当てで5段階に変化、変化というかもう 変えてしまうんですよこれを例えばねスマホアプリ多分ね各社スマホアプリを使えばスマホで連携すれば簡単に変えられるとかねいうのがあると思うんですけどこれをさジンバル側で1番は例えば20のスピード2番は半減して10のスピード3番は5のスピード4番は3のスピード。 で、5番は、えー、1のスピード。最弱の、ゆっくり、超微速。うん、っていうふうに割り振る。20、10、5、3、1。これ私のおすすめの数字ですね。20、10、5、3、1。で、5段階に割り振ります。はい。で、そうすると、スマホとかをわざわざこうやって取り出して、こうやって、えっと、なんですか、Bluetooth とかで連携させて、ペアリングさせて、で、こうやって変化させて、 で、適応とかってやらなくても、もう現場でカメラ、ジンバルを、はい。まあ、こういう例えばね、1だったら、このスピードね、上に向きます。このスピード。速すぎるなって。現場でこれ、は速すぎるわって。うん。これだと、滑らかにゆっくりじわーっとチルトパンしたい。できない。で、そしたら、3番にしよう。20、15だから、4分の1のスピードになります。3回押しました。で、そしたら、 だいぶ遅くなった。ね。左右もだいぶ遅くなった、うん。まだ早いかなって。物撮りだからもっとじわーっといきたい。うん。そしたらまずホームポジションを戻して5回押します。12345。はい。ってやったらほらすんごいゆっくりですよね。見えますかこれ動いたの分かりますかねすんごいゆっくり動いてる。うん こういうこともできます。これね、望遠とかで使うときに、テレ側に振っていけば行くほど、ほら、画角がすごく狭くなるから、シャが狭くなるから、ちょっと動かしただけでね、結構動くんですよ。なので、こういう超微速っていうのも、もうこのグリップの5回押しとか1回押しとかだけですぐ呼び,な呼び出すことができます。はい。ね。こういう、えー、ジョイスティックのスピード、 とというのを変化させるることができると、ね、そういう割り当てに使うことができると、えー、いうのがまず1つ目です。で2つ目はフォローですねフォロー。前もちょっとね動画で話したんですけどフォローっていうのはこの手首の動かし方によってどれぐらいのこのねこのスピードねこのフォローのスピードうんこれぐらいのスピードがどうでしょうね速いのか遅いのかうん。 っていう問題もありますし前回ちょっとお話したんですけどサブチャンネルかなでお話したんですけどまああの高速モードでうん高速モードでさっともっとねこれ高速に行くんですけどねうんそういう動きでスポーツで追かけ取りをしたいとかうんそういうのにも対応しますしで私の場合はえっとフォローは1から5番まであるんだったらこれはえっとね25 15、7、3。25、15、7、3。で、4段階に分けてます。1から4までね。はい。だから、まず1番目。ね。フォロー。25っていうのはこれぐらいのスピードです。はい。まあ、実際には LPF とか、えっと、エクスコ、エクえ,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 えエクスポカーブっていうね。エクスポカーブっていう、ね。まあ、他のファクターがあるんですけど。はい。だけど、まあ、大雑把にスピードで言うと25で。 はい。まあ、これで、まあ、普段こうやって導入したりとかしてます。はい。で、えっ、ー、と、これを、ん2回押しします。そうすると半減。スピードが半分になります。あ、ちょっと待って、フォローモードね。フォローモードに変えると、ほら。さっきよりちょっと遅くなったの分かりますかねはい。じゃあ、極端に一番遅い4にしてみます。これはね、スピードが3になります。 めちゃくちゃゃくく遅なります。思いっきり今これ手首ひねってるのにほらひねってるのに動いてくれない超スローフローモード、ね、でこんな感じで、えー、っとせっかく5つのプリセットがあるんだから重量別に軽いカメラ載せないから私いつもこのソニーのこのシステムでやってるから1番とか2番は使わないんですわって言っちゃったらもったいないから。 だから3番なり自分が一番今マッチした機材、うん、安定してるなって保持力も、これ十分走ってもブレないというようなこう設定を見っけてもらって、で、見っけるっていうのはまあそれもうデフォルトで入ってるからそれそのまま使ってもらうんですけど、それを他の1とか2とか4とか5にコピーしてもらう。そうすることによって、 えー、RC とかフォローとかっていうのをスピードを多段階にしてもうスマホアプリとかそういうのなしでもうこのシングルグリップだけで、うん、速射性を高めることができます、はい、でそうやってやるともうさっと現場に行って、うん、すぐその適切なスピードで。 フォローのスピードあるし、ジョイスティックのスピードで、被写体を、まあ、適切な取り方っていうのが、あの、可能かと思いますんで、ぜひともですね、あの、今、アドベンチャーをお持ちの方はね、コピーっていう機能がありますから、その、今、 現状ある PID セッティングとか、ややこしいあのフィルターのセッティングとかね、もうデフォルトで大丈夫だと思います。うん、デフォルトの3番とか、ソニーの私のこの組み合わせだった3番、うん、これを他のプロファイルに移植して、で、えー、ディモコンとか、 フォローのスピードを多段階にしてもらうっていうね、これをぜひやってみていただきたいなと思います。そうすることによって、このカメラボタンとモードボタン、ね、モードボタンっていうのは、前回もちょっとお話ししましたけど、1回押しでフォローモード、はい、1回押しで上下左右自由に動くフォローモードですね。 で、二回押しでピッチロックモードって言って左右には動くんだけど上下には動かないっていうね。そういうモード。で、三回押しで、えー、あ、ごめんなさい。三回押しでロックモード。もう上下にも左右にも動かないからこういうスライダーとかこうじわーっとね、下から上に上げていくとか、まあそういう時にこう使ったりします。とかまっすぐ歩きたいとかね。うん。で、四回押しはオールフォローモード。斜,ん斜めにもこうやって傾くし、 前軸三軸全軸3軸すべて動くよってねこれ斜めにこうやって傾かせることもできるんだけどまあ元に戻したい時は本、えー、ポジションに戻してもらうと、うん、いうモードで、えー、5回押しはピッチフォローモードっていって上下には動くけど、えー、左右には動きませんよっていうモードですねと、はい、いうのがありますで最近加わったのは、えー、6回押しで123456って押すとえー 液晶で 3DR って表示されます。これ何かっていうと、こういう風うにして、うん、こういう、こういう動き、こういう動き、360度回転するんで、まあ、これプラス歩きとかね、うん、これプラス、まあ、 ちょっとこうじわーっと動かしたりとかしながら被写体を追っかけてもらうような撮り方っていうのが可能です。はい。まあ全部で6つのモードその動きの動作モードっていうんですかね。はい。とあとカメラが5種類あるから単純にカメラが1から5までで動作が1から6まで。だから 5×6 で30種類の 30種類の、まあ、んやかんやができるんで、このボタン2つでね、うん、このボタン2つで30種類の組み合わせが可能です。で、えー、もう一つおまけに、このジョイスティック、これにもボタンがあります。はい。これ一回押しだと、例えば、えー、両手ハンドル使った時の、んえー、っと、両手ハンドル両手ハンドルなんだ、えーっとね、 ああ、そっか。両手ハンドルとか使った時に、このジョイスティックボタンっていうのが RM2 っていうリモコンでもあるから、それでここを1回押しするとレック開始しますとかね。そういうスクリプトが割り振られていたりとか、あと2回押しすると、何だったかな。私の場合ね、もうこれ変えちゃってるんですよ。2回押しすると、 このように、えー、例えばまあ上にこうやってます2回押しするとホームポジションに行きますっていうね自分でいろんなこうあの機能の割り当てができますこのファンクションのこのボタンはねで3回押しだと脱力しますはいだからまあこうやって移動するときに脱力してまた使うときに3回押したら、まあ、普通にまた撮影に入れるという形になりますねはいで4回押しはタイムラプスですね、うん、タイムラプス はい。これについてはね、またあの別の動画で、過去動画とかで解説してますんで、そっちの方もまたあの参考にされてみてください。うん。最近では、えー、っと、この向きからこの向きまでって覚えさせておいて、で、その動きをずーっとこう、歩きながらっていうね、まあ、ちょっとハイパーラプス風の、うん、撮影とか、まあ、あともうそのまま固定して、モーションタイムラプス風のね、そういう撮影とか。 うん、で、一度、えー、例えば3時の方向から10時の方向まで、えー、このジンバルをこう動かすんだよって。うん、メモリーしておけば、えー、こいつを5回押ししたら、えー、その動きっていうのをもう一度繰り返し、いやもう一度っていうか何回でも繰り返し再現してくれるっていうね、うん。そういうのもこの5回押しでできます。うん、とか、まあ、なぜね、いろんな機能がついてる。うん、シンプルに見えるんですけど、いろんな機能がついてるんで、まあ、この、えー、多種多様な組み合わせを使って、えー、いろんなこう、モーションというのを、 まあスマホアプリとかそういうのなしでもうこの本体だけで全てもて完結させてしまうっていうねはい、えー、非常にまあシンプルに高機能にえ特化されたでまあこう走ってもえブレにくいとかね非常にこう滑らかな映像が撮れますしまあ何より何ですかねまあ小型軽量である、うん、小型軽量である、うん、かな うん、まあ非常にこう外に持ち出しやすいジンバルだと思いますんで是非ともですねまだまだね私にまあこのアドベンチャー使いこなせてない部分もありますただねはい、うん、まだねあのー、ご紹介してないこういう使い方あるよっていうのはまだ他にあるんですよだからそういうのもちょっとずつ出していきたいと思ってますんでもうすでにアドベンチャーをお持ちの方 とかもですね、ぜひね、えっと、うちのチャンネル、えー、登録していただいてですねはい登録していただいてですねまたあのご視聴いただけたらというふうに思っておりますまああとコメント欄とかでね、えー、ご質問とかいただけたらそこもあの解答させてもらえますし今後ともねこの使いこなしについてどんどんまた解説していきますので、えー、またご視聴のほどよろしくお願いいたしますはいということで本日は以上となりますありがとうございました